これ夜ですね。で、あっちのその城塞が卵投げてきてるよ、後ろから。ダメだ。卵投げるな。あっちの、都市まで行けば装備を。これ来た。旅人だ。金目のものをかっさらえ。来てるよ。生まれたよ小鳥。おい。頑張って。あ、チャミンが二人。2-2-1になってる。下がりながら。下がりながら。うまい。道に戻ってきてね。あれクミは？クミさんは？やられた？あの人？あれ？あれ？クミさん戦闘要員で呼んでるんだけど。マジ？おそらく街からまた。クミさーん。大丈夫かな？強いな。強いですよ。結構強いっしょ。強いっす。あれクミがいねえな。でもね、そんなに遠くでならなくて、結構近場で復活するようになってるから。あ、いた、クミ。あ、出られない。夜だから。クミが捕まってる。これ珍しい映像です。痛い。鉄の剣で来たらハート3つ減るわ。危な。これさ、敵は来るんじゃないの、その間。なんだろうね。びっくりした、アイクさんか。いけるよね。中からは。中からはこれだ。え、ほら。え、中からいけるよ。ほら。いけるこうでしょ。ほら。あ、ほんまや。あ。トミちゃんこっち。何してた。いけるじゃん。クミさんまだあれ戦闘ではいいところないよ今日。それは痛感している。頑張ろう。クミさん大丈夫。まだ始まったばっかりだから。うん、ね、行きましょう。行きましょう。誰よりもがっつりやる気満々なのクミさんだからね。アイクさんが盗賊の親分の刀持ってるのか、山賊の。あ、はい。オッケー。で、結構ね、ここで今のでエメラルドみんな手に入ったんで、うん、剣は全員分買えると思う。夜だよ。これ大丈夫なんすか。わかんない。夜はある。ほら、ほら、来てる。どこ、わかんない。んえ、わかんない。どこ、ちょっと進まないと。あ、いた。あー、そこにいる。たまに弓兵とかもいるんで気をつけてください。僕はじゃあ骨で戦いますから。クミさん後ろ来てる。詳細に倒されてる。クミさんごめんなさい。やっちまったな。蓋も隙もないね。あ、来た。そう。え、でも一応来る前にさ、やったら自己紹介と言わんばかりに何か言ってくれるから。セリフが出るから。そうそう、セリフが出るよみたいな。そう。カメラの用意よろしくみたいな。そうそう、そんな律儀な感じだからさ。結構道外れると普通に現れるっぽい。大丈夫。あれ、つばかれてる。開いてる。こっち、ほら、すごくね。でかっ。これが城塞都市エルグランデでございます。あれみたい。なに、デレレレって。あー、確かにね。壁だな。進撃の巨人の壁っぽいね。ここが城塞都市で、夜だから入れないっすね。え、あ、入れない。マジじゃん。ちょっと上げて。お願いします。開けてくれ。金払います。エメラルドは持ってるからね。で、これがなんだろう、この世界の馬車的な感じなんだと思う。あの、モッドなしでバニラで頑張って再現してる感じです。乗れそうな。人の馬乗るな。おい、馬泥棒ども。あ、みんな馬を。あ、乗れた。ドミちゃん一発でハート出した。すごいな。じゃあここはね、あの、朝になるまで待つか、もしくはお金稼ぎするかですね。あと、そうあのね、赤いお花はね、エメラルド1個分で交換してくれる中の商人が。赤い花、ポピーっていう、ここにあるんだけど。これか。
そう。あった。え、めっちゃある。赤いお花はなんかね、あ、ごめん、首叩いちゃった。睨まれた。めっちゃ睨まれたな、今。おっかな。おお、怖。何？やばい、やばい。やばい。翔さんも叩いたの、今。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。クビさん、今活躍しようと必死だからさ、殺気立ってるから気をつけて。中にね、馬売ってるんだよ、エメラルド。すごい大量になるけど、へー、エメラルドをすごい大量に払って、あの馬のスポーンエッグが手に入るみたいな。それで馬自分の買ってできてるよ。開いた開いた開いた、攻めろ攻めろ攻めろ。ここが城塞都市です。でまあ適当にここら辺の商店の人に話しかけてみると面白いです。ウエストストリート、エメラルド1個とオレンジジュースとかね、なんか、あ、ここだな。右クリック再生。ああ、はいはい、毒。そう、なんかいろんなね、物売ってたりします。木炭や、木炭も売ってるんだ。売ってるようだな。雑貨屋。チャミンのところはね、ペットショップで、なんか馬とか牛とか犬とかね、家畜を売ってるようだ。そうそう、ここがご飯屋さんだね、ベーカリー、パン屋さんだ。クッキーとかケーキとかもパンも売ってる。で、ここが、八百屋。リンゴとか人参が売ってるんでしょうな。お邪魔します。ここが武器商人か、武器が売ってますね。密偵防具商人、チェーンブーツが売ってる。ここ植物園か、ここ普通の家か。うわ、弓矢結構あるな。弓矢結構強いからね。何ここ。お、ほんとだ、なんここは何屋さん。バーテンダー。へー、酒場。よし、酒場だ。いっぱい飲むか。今吐き気を思いますよ、これ。ビール、吐き気30秒だけど攻撃力上昇が2。なんだ、音楽。お、いいね。いいな、いいな。いいね、いいね、いいね。あんた知ってるかい、なんでも北の墓地には夜になるとお化けが出るって話だ。おー。あれ、翔さん、北の墓地に前行ったって言ってたけど、まさか。これか。翔さんだったか。ちょっとごめんなさい、 BGM うるさいな。大きいですね、これすごいうるさい。はい、撮っちゃったレコード。あ、レコード撮った。ごめん、バーテンダーさんに。いや、もらっちゃおうと。勇者は何でももらっていいんだもん、だって。うわ、これなんか撮れんの。あ、撮った、ポーションポーション取ったでしょ。取れた。え、したらこの剣も取れんじゃないの。あ、マジか。取れた。取れた。いいのかそれ。ない人。はーい。はい、ドミちゃんに、ドミちゃんに。はい、これドミちゃん。チャミンの好きなやつ。何？ビール？クミさんが拾ったね。で、あとあのゴーレム叩くとあの本気で襲いかかってくるんで気をつけてください。いいよ。でも酔っ払い状態だと画面がグワーンってなるよ。うわー、うわー。30秒我慢してください。もうカラビンを俺に投げつけてきた。すごい酔っ払いだな。ガンガンしてる、ガンガンしてる。30秒間っぽいよそれは。うわー、気持ち悪い。ここはお肉屋さん。翔さんも飲んでんの。飲んでる。そのさ、だからそのあの試食じゃないからね、ここに置いてあるのは。つまみ、つまみじゃないから、そのつまようじに刺さった肉片とかじゃないから。あ、取った。あんたマナーよく行きなさいよ。ここが噴水公園で、十字にね通路が伸びてます。今のがウエスト、ストリートで、こそのまっすぐ行くとイーストストリートになるのかな。うん、ここがイーストストリート。赤い花はね、お金になるんだよね。でね、古物商を探してください。確かノースストリートにあったはず。
古物商あった。古物商の人はあれ違う。ここにも結構ある。あった、ジャンク屋さんだ。ここジャンク屋さん。この人に話しかけると赤い花とエメラルド交換してくれる。おお、交換してくれた本当に。ジャンク屋さん。古物商。へえ。そこのジャンク屋さんに赤い花渡すとエメラルド1個。古くなった防具を高く買い取り、すごいよくできてるよね。面白い。買い取りまで。そうそうそう。さあじゃあ行きましょう皆さん、お金を手に入れたところで。船がある。気球？飛行船っていうのこういうの？光線ですかねこれ。動いたらかっこいいよね、なんか FF でおなじみな感じ。すげえ。あれこれ乗れんじゃない？そのままどっか行っちゃったら怖いけど。ピューピューとは動かないそのままこっちに来てもらって、おい、ここかな、兵器開発局。あ、この自動ドアだ、ここです。おい、ここ自動ドアになってます。あ、来た、デバイントラスト社兵器開発局。ここ3階まで上あるんだけど、特に目星もないので、そのまま地下行きます。こっちです、ドミちゃん、こっちで、この人がノーレンさん。でも最初ここに来た時にこの人に手紙をこの村人の中に入れたら違くて、この囲いの中に本投げちゃったんですよびっくりした。積んだ、それボックスに入れてもらえるかな。そう、ちゃんとここにね、あのボックスに入れてもらえるかなって言ってくれてるっていうのねなぜか投げつけちゃった。入れますね、お手紙を。はい、ポン、入れました。ふむ、これは僕が頼んでおいた遺跡の調査の資料だね。ん、この挟んである小包は。すごいよテールマン、まさかあんなところまで一人で行ったのか。ちょっとみんながいると感情を読んで入れると恥ずかしいんですけども。どうぞどうぞ。いや、はい、あ、はい、ありがとう、感謝するよ。これは本当にねヒヒヒヒヒっていうのやめろ。うん、うんじゃなくてこれは本当に大事なものなんだ。見たところ君戦えるみたいだし、これをあげるよ。僕はエンジニアだからこんなもの持ってても仕方ないしね。そのクエストは向かいの建物のクエスト受付に行けばできるよ。あ、あとせっかく来たんだから兵器開発局のショップで装備を見ていったり、そこの、大砲で遊んでいったりしていってよ、というわけで。それなんかもらったよ、多分紙切れもらったんですよ。それの説明は後でします。翔さん、そのスイッチ押していい？おおあー、壊したそれやん。くそー、それ敵にダメージが あるっぽい。へー、これをね、ちょっと使いこなせるようになんなきゃ結構きついらしい。まあ押すだけだから、あとはタイミングがね、誰でも発射できる。ここのボタンに誰か、あ、そうや、そこに僕立っちゃうし絶対食らうでしょこれコッパみじんでしょうね絶対ライモン入ってる。あれでも中身ないんだ、いって半分減ったぞいや違うな、俺翔さんのなんでーが聞きたかったんだけどさ。出はこう出ないか、なんでーは出ません。火消せないアドベンチャーモードだとまあ、あのここ撃つと大砲が出るっていうのを覚えておいてください皆さん。さ、それでは上に行きますよ、ますよ、ますよ、うるさい、うるさいよ、うるさい、やりますよ、うるさいよ、あと数日は言われるな忘れてくれ間違ったじゃないか。え、こっちじゃない、動揺したよそりゃデバイントラスト社のクエスト受付、こっちです。デバイントラスト社クエスト受付局、ここにこのね、ちょっとここ、これ俺読むね、一人読めば大丈夫だから、これ全部で9ページあります。
これから傭兵になるための方へっていうマニュアルですね。で、この、マイクラにはストーリーミッションとサブクエストと2つある、うん、ストーリーミッションは物語が進むごとに手に入って、途中で倒れてもその場で復活する。敵が強いので装備をしっかりしていてください。すごい読みづらいです皆さん。で、サブクエストは物語とはあんまり関係ないけども、お金が手に入るっていうことが目的です。しかし任務の途中で倒されると病院に戻され、報酬は一切もらえないので十分注意してください。クエストを受けるには、クエストチケットという紙を1階中央のホッパーの中に入れると、しばらくするとクエストが始まる。複数入れると誤作動が起きちゃうので1枚ずつ入れてください。説明は以上です。頑張ってください。 OK OK。 じゃあ問題です、翔さん。クエストを受注するためにはまず紙をどうしたらいいですか？紙をポストに入れる。ホッパーに入れるっつったろ今。ポストって、なんでって吹っ飛ばしてやるから、あの大筒に図書さん入れて。なんでって100メーターぐらい飛んでやる。ここね、ここに紙切れを入れるとチケットが、クエストが始まりますので。これか。そう、さっきのノーレンさんからもらった、ストーリーミッション1、国境への伝令っていうのが今俺が持ってます。それをここに入れるとそれが始まるっていう感じですね。それまでには皆さんの装備を整えなければいけません。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。